はい、どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今回はデビルメイクライ5実況再開していきます。ちょっと寝起きでプレイしてるんで若干まだボケてますが、前回なんかモードをね、何モードやってるかわかんないとかわけのわかんないこと言ってましたが、普通にね、イージーモードヒューマンやってました。あの4からね、あの難易度の言い方が変わってですね、イージー、ノーマル、ハードみたいな呼び方だったのが、4からヒューマン、デビルハンター、サン・オブ・スパーダっていう感じになって、ちょっとわけわかんない呼び方になってるんですよね。なんで僕はあえてあの、旧作の呼び方、言い方で言ってるんですけど、まあヒューマンはあの、イージーモードのことです。はい。では、ミッション6、やっていきたいと思います。同国地上エリアではってことは、多分プレイヤーキャラが V じゃなくてまた変わるな。ネロかな。うん、ネロですね。なんかあんまりね、僕あのデビルブレイカー使ってない気がする。使ってて楽しいのは V ですけど、使いやすさで言ったらやっぱネロがダントツですね。Well, she ain't dead. Got a pretty smoking body though. Not that I was barely even noticed. You know, you should go do your thing. I got this. Yeah.Too big to leave alone. Better take care of it. Stay alert. Yeah. ギルガメシですね。これあのダンテの4の武器ですね。これ。4の時に格闘系の武器としてギルガメス登場しました。こいつはなんか足を狙った方がいいのかな。ああそうだ、これ針を出してくるのしっかり忘れてました。外れた。ショウダウン結構好きなんですけどね、最初の隙が足りづらいんですよね。
倒れた。ショーダウンで決めたい。やったー、決まりました。イエーイ。はい、ということで今回はね、ギルガメスとの戦いで終わるミッションでした。特に実況するようなこともなかった気もしますが、まあ、この間のアルテミスといい、今回のギルガメスといいね、アルテミスは3の時の武器なんですよね。銃の。で、ギルガメスは格闘武器だったりとかして、4のね。そういうのがやっぱり見ていてね、過去作やってると、おー、みたいな感じにはなるなと、毎回毎回思わせてくれるのが、デビルメイクライ5じゃないかなというふうに思ってやっています。ではね、また次回もお楽しみに。Bye.